どうも、イケリネです。今日はですね、私の友達のなっちゃんというこの、彼氏さんのね、美容室にやってきました。夏増しハウスというね、チャンネルで、はい、髪のね、なんて言ったらいいんだ、なっちゃんとかがディズニーランドとか行ってるのをあげたりとかもしてるんで、まあ、なんか髪と、まあ、女の子のなんかこう楽しいやつだったりなんかいろんなものそんな感じで、今日はね、個人的に遊びに来て髪の毛をやっていただくことになったので、はいはい、ちょっとセットしますか。お願いします。はい、あー、いなっちゃんです。ガチャを引いたよいきなりのガチャいきなりのガチャ、でも楽しかったじゃあ基本直毛なんで、はい、ちょっとゆるいウェーブをつけた感じの、はい、まあ、無造作な感じでちょっとやっていきますえ、全然アイロンとかも当てないですか、普段？普段当ててないですね。もうなんかコメントとかで、それ寝癖なんじゃないのって言っても、なんか、あ、それは寝癖です。セットではなくて。本当に無造作だったみたいな。けどメイクとかやってるじゃないですか、サブちゃんで。女子なんで、なんかたまに女子っぽいことがしたくなるんですけど、続かないんですよね、それが。あー、はい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 。昨日の心理テストやれば。あ、そうだ。心理テスト。いいですか？あ、全然、はい気になる。深夜なんか電話かかってきて、それ何かと思ったら心理テスト。これ結構当たると話題で、イメージ、頭の中で想像してください。はい。あなたは5匹の動物ととても長い旅をしています。はい。5匹の動物はロバ、猫、狼、牛、タヌキ。はい。仲良く旅していたあなたと動物たちですが、途中さまざまなピンチに遭い、その度に1匹ずつお別れをしなければならなくなりました。ああ、どの動物から別れるか、その順番を答えてください、はい。なんかタヌキは白状そうな感じがするから最初にタヌキはなんか最初に消えていっちゃいそう。タヌキは最初で、次は悪役のイメージが強いから狼かな。狼、気まぐれだからね。こうなんか牛の方がとろそうだから、まあ、ロバが先で次牛かな。最後牛。その順番っていうのは、はい、あなたが困った時に切り捨てる順番なんです、はい、うわタヌキ。はい。タヌキは友達です。友達を切り捨てる。ひどい。ひどい。次が、狼はプライドです。あー、次にいなくなっていった猫は恋人です。あー、結構早い。ロバは仕事です。あー、そうなんだ。結構重要視してるってことだよね。最後に残った牛さん、はい、一番重要視するもの。お金です。お金。占い師に一番最初に言われた一言目が、あなたお金がすごく好きですねって言われて。やばい。結構当たってる。ブラック雪に来た。ブラック雪に。やば。ちなみにマーシーさん質問した時に何が？僕一番残ってたのが、はい、仕事だっけ。仕事。えなちゃんの一番大切なものは？ライブだった。ああ。だってでもよく考えて長い旅なんだよ。はいはい、長い旅しててさ、はい、強い生き物が近くに。あ、オオカミだっけ。そう。あー、はい、なるほど。確かに。はい、お待たせしました。すごーい。こんばんは、なっちゃんです。はい、というわけでね、この2人で今から LINE ストアに行ってきます。かわいい、白いブラウン、かわいいな。え、白いブラウン貴重だから。うん、確かに。よし、じゃあとりあえず撮ろうか。撮ろっか。ね、あ、ここか。結構下だった背が高いから。ね、手書きスタート。指でタッチしてます。頑張ります。タッチで楽々できる簡単な。あ、やばいね、これ難しい。難しい。こうか。おお、こんな感じ。いいね、かわいい。かわいい。あ、いい、大丈夫。いい。 あ、でもじゃーん。Springtime.
買おうかすごい悩んでる。いいじゃん、それ私持ってるよ。本当、うん、それ今限定だから。今限定なのこれ、うん、そうなんだ、じゃあ買おう。コックスブラウンと、うん、豚ちゃん、豚ちゃん、豚ちゃん、この2つを買おうと思う。最初のお目当てだった。そう、大丈夫、持てる。めっちゃ食べてきてないというわけでですね、LINE ストアに行ってきました。イエーイ、買っちゃったよ。ぜひなちゃんのチャンネルの概要欄は下にあるので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではバイバイ、バイバイ。